パナイ島パナイ島の位置パナイ島は、ネグロス島の北、ミンドロ島の南、ツールー海に面した場所に位置するパナイ島パナイ島は、フィリピン中部ビサヤ諸島の西ビサヤ地方に属する島。島最大の都市は、いろいろ市で、西ビサヤ地方の中心都市でもある。面積は11,515平方キロメートルで、フィリピンで6番目の大きさ。パナイ島は、 ミンドロ島の南東に位置し、ネグロス島からはギマラス海峡を挟んで北西の位置にある。ネグロス島との間にはギマラス島がある。島の北は渋谷海とロンブロン諸島がジントトロ海峡を挟んでビコール地方のマスバテ島がある。渋谷海とマスバテ島の向こうはルソン島である。南西はスール海に開けている。また2000メートルを超える後方。 マジャース山がそびえている。パナイ島は有名な伝説、マラグタスの舞台とされる場所である。ボルネオでの圧政から逃れたマレー系の領主たちとその民が海を渡りパナイ島にたどり着き、ビサヤ諸島の人々の祖先となったと言われている。第二次世界大戦後の独立直後の民族主義公用時には、マラグタスはスペイン植民地下前のフィリピンの起源を語る。 話として教科書でも史実として大きく取り上げられた。しかしこの伝説は、ペドロ・アルカンタラ・モンテクラロが1907年に、コローから聞き書きして出版した物語に基づくもので、正確な史実ではない。ペドロ・アルカンタラ・モンテクラロの本、マラグトスに語られている、はっきりした確証のない民間伝承によれば、ボルネオの10人の領主が、 現在いろいろ州の三方は緊張となっている場所に上陸したという。彼らは、ネグリト人形の先住民アイタ人の王、マリクドからパナイ島の定地を、金の帽子、金のネックレスなどで買い、土地を耕し、島をマジャースに改名した。彼らは島を三つの共同体、イロンイロン、アケアン、ハムティクに分けた。これらが、現在の州の名のもととなっているという。 スペイン植民地時代前は、アクランの一部だったカピスも、マレー人による最も初期の入植地であり、スペイン人のフィリピン来航より数世紀も前から、マレー人が住んでいたことになる。彼らボルネオ人の到着を祝う祭りが、パナイ島北部のアクラン州カリボで行われているアティ、アティハンの祝祭である。これはもともと穀物の収穫と守護聖人さんとニーニョのための祭りだが、 ボルネオ人のため山に移ったアエタ族を記念して人々は体を真っ黒に塗りドラムと音楽で街を練り歩く。ミゲル・ロペスでレガスピヒキールスペイン人たちは1569年セブ島からパナイ島に到達し入れ墨をした住民を見たためにこの島をイスラデロス・ピンタドスと呼んだ。どのように島の名がパナイに変化したかはよくわかっていない。アエタ人はこの島を たくさんある植物の名前から、アニニパイと呼んでいたことが、主な説になっている。また島の話では、レガスピト部下たちは食料を探しに出かけ、パンヘイエネスタイスラと叫んだという。このため、彼らは、パナイ島のバニカ川河口に気づいた最初の植民地を、パンアイと名付けたという。ともあれ、パンアイは、セブ島のサンミゲルに次ぐフィリピン第二のスペイン人、入植地となった。 パナイ島はアメリカ海軍の艦船の名前にもなっており、パナイ号を名乗る船舶はいくつかあるが、その中で最も有名な船は1937年12月、陥落直後の南京付近の長港で日本海軍の軍用機に沈められた砲艦パナイ号で、あろう。また、1944年10月26日には、本島西方の海域にて、 日本海軍の軽巡洋艦キ絹特築艦ウーラナミがアメリカ第7艦隊の護衛空母搭載機による攻撃を受け戦没している。島はアクラン州、アンティーケ州、カピス州、いろいろ州の4つの州に分かれている。島の主な産業は米、砂糖、漁業などである。また、パナイ島北端から 1km 沖合にあるボラカイ島は 国際的なリゾートとして長さ4キロメートルにわたる純白のビーチとダイビングスポットで有名である。パナイ島の主要言語はビサヤ語の一種、イロン語語である。ほとんどの島民はローマカトリックを信仰する。ありがとうございます。